平勝義は福岡県北九州市小倉北区出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。2019年より阪神タイガースのファームコーチを務める。ソフトボールで体が大きいからと保守を務めてから一貫して保守として活動した。九州国際大付高校では2年時に保守、4番打者として1994年夏の 甲子園県予選決勝に進出するが、九州校に敗退し、翌年も県予選で敗れ、甲子園には出場できなかった。1995年のプロ野球ドラフト会議で、オリックスブルーウェーブから参院指名を受け入団した。3年目の1998年に、中島サトが西武ライオンズに FA 移籍し、庭野隆がプロ野球脱税事件により出場停止という、 チーム状況に伴い一軍昇格。その後、三輪復帰までの正捕手を期待された高田誠の打撃不振もあり、それまで一軍出場は一試合もなかったが強権とパンチ力のある打撃を武器に正捕手となった。しかし、打撃はパンチ力がある一方で確実性に欠け、常時バスター打法をするなど試行錯誤をしたが2割前後の低打率が続いた。 2001年は打率247を残し打撃面の向上を見せた。2002年は打率193に低下したが初の2桁となる12本塁打を放ちチーム唯一の長打力がある日本人選手という信頼を得た。2003年は初めて打率250を超え翌シーズンの2004年は後半戦打撃好調で自己最高の打率。 275を残したが、この2年間は、投手陣は崩壊し、特に2003年にはチームが、プロ野球史上最低のチーム防御率5.95、シーズン927失点を記録するなど、正保守として、リード面での責任を問われた。この年のシーズンオフには、大阪近鉄バファローズとの球団合併に伴う、新球団東北楽天ゴールデンイーグルスとの、 分配ドラフトを経て引き続き、オリックスと契約。2005年、開幕戦で6回表に、松坂大輔から、チーム初安打となる二塁打を放ち、オリックスバファローズとしての初安打を記録した。ライバルとして、旧大阪近鉄バファローズより、的山哲也が移籍してきたが正捕手は譲らず、強力になった、リリーフ陣を引っ張り守備面での信頼を回復した。シーズンでの打率は、 217、本塁打は1本のみと打撃成績を落とした。2006年はスタメン出場が初めて100試合を超え、4割以上の投塁阻止率を記録した。同年 FA 権を取得し、オフに FA 宣言。地元球団であり、選手層が薄い福岡ソフトバンクホークス、控え保守に不安のある読売ジャイアンツが獲得に動くのではないかと噂されたが、 た球団からのオファーはなくオリックスに残留した。2007年は、新監督のテリー・コリンズのシーズン当初の構想から、外れ、自身も、嘆き不振で9月末にやっと2割台に乗せるほどの低打率に終わった。オリックス時代2008年はマトヤマが、ソフトバンクに移籍したため、正保守として起用され、前半戦は3割近い打率を維持し、5月25日の、 横浜戦では1試合後安打を記録。同年のオールスターにも出場第2戦でマーク・クルーンが投げた時速 161km の速球を宇宙間スタンドに運ぶ本塁打を放った。自己最多の134試合に出場し、プロ13年目で初の規定打席到達となったほか、6年ぶりの2桁本塁打となる自己最多の13本塁打打,打率。 269、チームトップの18ギガと、自己最高の打撃成績を記録した。一方で、保守として、リーグワーストの6失策、盗塁素指率も規定試合数に到達した保守の中では両オリーグ通じて、最低の221に終わった。2009年、全民の北川博都市から指名を受け選手会長に就任し、4月23日の西武戦では9回裏に、 大沼工事から自身初となるさよなら本塁打を放つ。4月は勝負強さを発揮する投打撃好調だったが、5月中旬からは一転し、正捕手としてはチームの深刻な投げ回を阻止できずにチーム防御率は悪化。さらに7月7日に右太もも裏つで登録抹消。8月23日に復帰するも復調せず。 2000年から続けてきた100試合出場もこの年で途切れた。2010年は聖保守として開幕ダッシュに貢献するも、この年監督に就任した岡田明信からリード面で酷評されることが多く、開幕25試合目となった4月23日の日本ハム戦でシーズン15度目の2桁被安打となる13安打11失点を記録し、翌日に早くも2軍降格となった。 6月30日の楽天戦で9回裏に川岸剛しから逆転サヨナラに乱を放ったものの再びリード面で岡田から不況を買う場面が多くなり7月18日に二軍降格3度の二軍降格もあって79試合の出場に止まった2011年は伊藤光や鈴木が主にスタメンマスクとして起用され第三保守の座も ロッテから移籍した斎藤敏夫に奪われたため、保守としての出場は5試合、スタメンマスクを被ったのは4月14日のソフトバンク戦のみであった。打撃も振るわず、2軍暮らしの長いシーズンとなり、1軍定着以後では、自己最小の26試合の出場で、わずか3安打、打率、068に終わった。2012年は、開幕2軍スタートとなり、5月2日に1軍、 登録されるも、代打、指名打者としての出場がほとんどだった。5月25日の広島戦で、1点を応う9回裏一市に代打として出場すると、デニス・サファテから2年ぶりの本塁打となる、同点ソロ本塁打を放ち、チームのサヨナラ勝ちに大きく貢献した。6月2日の巨人戦では、4年ぶりの三塁打となる、三塁打を放ったが、その後は、打撃不振に陥り、 打率を1割台にまで落ち込んだことで6月26日に登録抹消された。8月21日に前の試合で投手陣の崩壊を招いた責任で同時にに軍降格となった伊藤斉藤トイレ代わりで横山哲也と共に昇格し、8月23日の試合でシーズンで初めてスタメンマスクをかぶると、8月26日の 西武戦では途中加入のアレッサンドロ・マエストリの来日初完投勝利、9月5日のロッテ戦では、前田裕二のプロ初先発初勝利を導く、と随所で、高リードを見せた。最終的には54試合出場し、打率は1割台から、239に持ち直すなど正補主奪還の足がかりとなった。同年オフ、海外 FA 権を行使。 11月27日に阪神タイガースに移籍した。2013年は開幕から一軍に登録されると打力を生かすべく左の代打に起用されたほか、この年から先発投手に転向した榎田大輝が当番する試合を中心にスタメンマスクを任されていた。しかし7月6日の対広島戦6回表の守備中に三塁側のファウルゾーンに上がった。 フレッド・ルイスの飛球を追跡中に、三塁手の荒井、両他と激突したため交代。激突の影響で、左大体四頭筋を損傷したため、翌日から戦線を離脱し、およそ2ヶ月にわたって、治療とリハビリに専念した。一軍44試合の出場で終わったが、このシーズンで、NPB 通算打率ランキングの対象となる4戦、打数に到達した。 2014年は、横浜 DNA ベイスターズから移籍したベテラン保守、鶴岡一世や新人保守、梅野隆太郎の台頭で一軍公式戦への出場機会が激減し、10月3日に現役引退を発表した。11月6日付で任意引退選手として講示された。引退後も球団に残り、2014年12月26日付で、 球団本部編成部に配属され、他のプロ野球球団への所属選手を調査するプロスカウトとして活動した。2017年に企画担当へ移動。阪神球団がトラックマンを導入した2018年シーズンからは、テクニカルアドバイザーを務める和田ゆたからとともに、トラックマンで計測されたデータの分析を担った。2019年、分析チームで得た知識を活かし、 ファーム育成権分析担当コーチに抜擢。背番号は84。トラックマンを用いて分析を行う日高コーチ2020年、ファーム打撃権分析担当コーチへ配置転換。現在に至る。ありがとうございます。